てまた引っ越しをすることになりました。私カナダに引っ越しするために来てるのかなっていうぐらい引っ越ししてるんですけど、今回の引っ越しはちょっと緊急で決まりました。理由は主に2つあって、1つ目は建物が古いことによるトラブルが後を絶たなかったっていうのと、2つ目は同じビルの中の住人の雰囲気であまり安全だなっていう感じがしなかったのがあります。ちなみに立地は良くて家賃も安かったです。で、荷物は自分の足でちょっとずつ新居に動かしてたんですけど、最後にまとめてUberの XL っていう大きいサイズの車を頼んで、移動させました。新居は前回同様、自分の部屋とキッチンがあって、シャワーと洗濯とトイレを他の住人とシェアする形になるんですけど、家賃が50ドルぐらいしか違わないんですけど、かなり綺麗になりました。で、これがUberで運んできた荷物ですね。今回友達に手伝ってもらったんですけど、なんでこんなに物が増えてるのか自分でもちょっと分からなかったです。そうなんだよ。全然。